集中豪雨時の雨粒集中豪雨の位置、練習中豪雨とは、局地的で短時間の強い雨、つまり限られた地域に対して、短時間に多量の雨が降ることを言う。現在の日本においては一般にも、学術用語にも用いられるが、雨量などに基づいた定量的な定義はない。日本の気象庁は、以下の二つの用語を使い分けているが、一般的にはどちらも、 集中豪雨と呼ばれる。本校ではこの両方について述べる。なお気象庁は、災害の恐れのある雨を、大雨、著しい災害に至った雨を、豪雨と呼んでいて、豪雨、集中豪雨は、過去の災害に対してのみ用い、これから起こる大雨に対しては用いない。学術的には、大雨は単に大量の雨が降ること、豪雨は、空間的。 時間的にまとまって災害をもたらすような雨が降ること。集中豪雨は空間的、時間的な集中が顕著な豪雨を指すとされるが、区別は明確ではない。似たような言葉として、雨の降る範囲に関係なく短い時間に多くの雨が降ることを指す。短時間強雨。雨の継続時間に関係なく狭い範囲に多くの雨が降ることを指す。局地豪雨。 予測が困難な突発的な大雨を指すゲリラ豪雨がある。これらは集中豪雨とされる事例に対しても用いられる場合がある。集中豪雨の概念は各国共通のものではないが類似語がある。英語には突然の激しい雨、土砂降りを意味するクラウドバースト、ダウンプアなどの言葉がある。韓国語では日本語がそのまま移入されとして用いられている。 集中豪雨という用語が初めて公に使用されたのは1953年8月14日から15日にかけて京都府の木塚若見流域で発生した雷雨性の大雨に関する1953年8月15日の朝日新聞入館の報道記事とされているこの報道以降主に新聞などで使われ始め一般語としても 気象用語としても定着していった。また、用例はあったが普及していなかったゲリラ豪雨という故障は、集中豪雨が日本国内各地で続発した2008年夏以降一般に広く使用されるようになった。一般的に地面に対して水平方向に発達する層像の雲に比べて、地面に対して垂直方向に発達する積雲や積乱雲の方が、 激しい雨をもたらす。これには、石雲や石乱雲の内部の大流が関係している。石雲や石乱雲が、黙々と発達して、急激に雲調の高さを増すことからもわかるように、石雲大流中の上昇流の速度は、他の循環による上昇流に比べて桁違いに大きく、これによって雲中で、雨粒や氷晶の急激な発達が起こり、激しい雨となる。 発達した積乱雲の例。こうした雲の発達のほか、世代交代、移動経路などが豪雨になるかならないかを左右する。さきの説明の通り積雲や積乱雲は激しい雨をもたらすものの、そうした雨の多くは散発的で急に降り出してすぐ止んでしまう一過性の雨である。例えば、日本の場合は夏に散発的な積乱雲が 発生し、いわゆる夕立をもたらすが、その多くがにわか雨で、夕立の積乱雲のすべてが、集中豪雨を降らせるわけではない。これは、にわか雨の時には、複数の積乱雲の塊が雑然と集まっていて、それぞれが、独立的に活動しているからである。このようなタイプの降水セルを、シングルセルと言い,い、雷雨の分類上は、気弾性雷雨という、上空が、 単一の基段に覆われていて、一般風の延直方向での視野が弱い時に発生しやすい。降水セルの大きさは普通、水平方向に5から1 5トル寿命は、おおむね30から60分ほどで、雨はその中でも30分程度しか続かない。そのため、降水セルが雑然と集まっただけでは、雨が長続きしない。しかし、 大気が不安定であるなどの要因で積乱雲が発達すると雨量が増して数十分で数十ミリメートル程度に達する。このような雨を気象庁の呼び方では局地的大雨という。そしてさらに条件が整うと1時間で数十ミリメートルの局地的大雨が数時間あるいはそれ以上継続し総雨量が 数百ミリメートルに達して気象庁が呼ぶような集中豪雨となる。その条件は寿命が限られた積乱雲が世代交代をして次々と発生、発達し、かつその積乱雲群が連続して同じ地域を通過することである。局地的大雨も集中豪雨も一つ一つの積乱雲の寿命は30から60分ほどであるが集中豪雨では 積乱雲が世代交代ながら連続して通過することで大雨が数時間以上にわたる。なお、特に前線や台風などで豪雨をもたらす大気上がほとんど変化しない状況下、稀に十数時間から数日にわたって強い雨が続く場合もある。ただその場合も雨量は例えば2から3時間の周期で増減するなど変化を示すことが知られている。 このような世代交代は、降水セルが線上あるいは段階上にまとまる、マルチセル型雷雨に見られるほか、単一の巨大な降水セルによる、スーパーセル型雷雨にも見られる。マルチセル型雷雨は、メソ対流系と呼ばれる複数セル間の、相互作用により生じ、一般風の延直方向での視野が強い時に、発生しやすい。また、集中豪雨の範囲は、 おおむね水平方向に2から 200km スケールからメソガンマスケール程度である。日本における梅雨前線帯での豪雨でも、個々の事象はおおむね 100km 程度である。しかし年によっては、梅雨前線による豪雨が、日本列島各地を右往左をしながら数週間もの、長期にわたり、断続的に豪雨をもたらすことがある。 バックビルディングの模式図数時間にわたって強い雨が続く集中豪雨をもたらし得るのはすでに述べた通り赤ラン雲が世代交代するマルチセル型雷雨やスーパーセル型雷雨であるマルチセル型雷雨の分類は研究者により異なるブルスティン、ジャインはアメリカオクラホまでの気象レーダー観測をもとに破線型、バックビルディング型、破面型 埋め込み型の4種類に分類されるとした。これに対し、マルチセルライン型とマルチセルクラスター型の2種に分けられるとする資料もある。小倉はブルスティンらの分類を踏まえて1980年代の集中豪雨13例を分類し、ほとんどがバックビルディング型であることを報告している。日本で発生する集中豪雨では、クラスター型も観測されているが、 バックビルディング型のものが多い。バックビルディング型とは、成長期、成熟期、衰退期など異なるステージの複数の降水セルが、線上に並びつつ、一般風の方向に移動しており、成熟期や衰退期のセルからの冷気外出流により、移動方向とは反対の風上方向に、新たなセルが生まれるタイプのものを言う。日本の梅雨期の事例として、加藤、 ゴーダは1998年8月上旬に新潟県下越佐渡で起きた集中豪雨を解析し、梅雨前線上の一部で対流活動が一定以上継続すると収束が生じ、風上方向に新たなセルを生む原因になると報告している。このメカニズムが線上降水帯を発生させる要因と考えられている。一方、 その1998年下月佐渡の集中豪雨では、降水帯の先端だけではなく、側方からも、積乱雲が湧き出す現象が観測された。小倉はこのタイプをブルスティンらの分類に習って、バックサイドビルディング型と名付け、セコ、つくち、酒木原らがこれを論文に用い、日本で用いられるようになっている。これら二つはいずれも、 香水セルの長径方向と一般風の風向が近いものだが、香水セルの長径方向に対して一般風の風向が直角のマルチセルも存在する。これは一般的にはスコールラインと呼ばれるが、セコ、草イらは戦術の名付け方に習う形でスコールライン型と呼んでいる。100から3 0 0トル程度の大きさの積乱雲の大きな塊を雲ク,クラスターという。 熱帯ではよく見られるほか、東アジアの梅雨前線帯や、北、アメリカでも見られる。北、アメリカのものは、特に、メソ大流複合体と呼ばれて研究が行われている。雲ク,クラスターはさらにメソベータスケール、さらにその中にもメソガンマスケールの大流システムがあり、階層構造を持っている。これらの形は、大きな形が、小さな形を強化させるときもあれば、逆もあり、 相互作用を持っている。基本的要因は次の通り。集中豪雨が起きるとき、積乱雲が発達し、それがメソ大流系を形成して積乱雲が世代交代しながら同じ地域を連続して通過するような環境要因がいくつか挙げられる。次より3セクションに分けて説明する。積乱雲が発達する環境要因として以下が挙げられる。 全てが揃わなくとも、例えば仮想の相当多みが非常に高い時には、上空に寒気がなくても、積乱雲が発達するような場合がある。メソ大流系の形成に関わる環境要因として以下が挙げられる。一般的な天気図で確認できる相関スケールの現象では、前線、熱帯低気圧、温帯低気圧、寒冷低気圧の付近で激しい雨が起こりうる。 前線の場合、前線面が地面に対して垂直に近い角度をとっているところの上空で強雨をもたらす積乱雲が発達しやすい。これは前線を覆う幅の広い層上の雲の先端部で起こることが多い。寒冷前線付近に収束線や断出流が重なると積乱雲が発達しやすいが、温暖前線付近。 例えば、梅雨前線帯の低気圧に付随する温暖前線で集中豪雨が起こる例もある。梅雨の時期には、東、アジアを横切る梅雨前線帯の中、よく報告されている例では、中国大陸付近で雲クラスターができ、これが東に進んでサブシノプティックスケールあるいはメソアルファースケールの低気圧に発達する過程で、その中の発達した積乱雲が、 集中豪雨をもたらすパターンがよく見られる。雲クラスターは気象衛星の雲画像で明瞭に確認できるが、集中豪雨が発現するのはその中の限られた部分である。台風や熱帯低気圧はそれ自体が相当温くらいの高い空気で構成されており、前線に近づくと集中豪雨を起こしやすい。また台風は移動速度が速いため全域で、 集中豪雨となることは少ないが、スパイラルバンドや外縁部交代の積乱雲が連続して通過すると集中豪雨になりやすい。降水の特性は気候により大きく異なる。ここでは世界の豪雨の特徴について述べるが、どの程度の雨量から豪雨となるかの認識が地域により異なることにも留意が必要である。積雲帯流は、 凝結核が少なく下方ワードが高い海洋性と反対に凝結核が多く下方ワードが低い大陸性に分けられる。海洋性は主に暖かい雨のプロセスで雨粒が急速に成長し高度 10km 以上に発達し激しい雨を降らす雲でも仮想で雨粒が発達する。ただし特に貿易風帯では上空に逆転層が発達するため雲の発達が 抑えられ、高度2から3キロメートル程度までしか雲が発達しない例が少なくない。しかし、このような背の低い雲であっても、海洋性の場合は、雨粒の発達が早いため時間雨量1 0 0トルに達するような猛烈な雨になる。大陸性は主に冷たい雨のプロセスで、 雨粒が成長し、雲の髪型でできた氷床が、上昇気流により落下と上昇を繰り返しあられとして、成長した後、溶けて、雨粒として落下する。海洋性と違い、大陸性は上空高くまで発達しなければ、激しい雨とならない。高度5トル程度まで雲が発達しても、時間雨量を1 0ト、mm、ル程度とする文献もある。他方、 気団の状況によって下層が海洋性、上層が大陸性となる場合があり、この時は下層で急速な雨粒発達、上層であられの発達という二つのプロセスが同時に進行して激しい雨となる。周囲との高低差が大きい山脈の風上側斜面では、そのさらに風上にある平地に比べて雨量が多くなることが知られている。日本においては、 山脈の南側斜面に多い。例えば昭和38年台風第9号による四国の総雨量を見ると、高知平野は200の400ミリメートルの地域が分布しているのに対して、四国山地はほとんどが400ミリメートル以上で1000ミリメートルを超える地点もあるなど明らかな差が出ている。また、特定の地域特有の線上降水帯が現れ豪雨となることがある。 鹿児島県西方沖の古式島列島から伸びる古式島バンド長崎県南部の諫早平野から伸びる諫早バンド長崎県南端の長崎半島から伸びる長崎バンドなどが知られているいずれの地域も起伏があることから地形の影響により石雲帯流が生じているのではないかという仮説が立てられているが 数値モデルによるシミュレーションにおいて肯定する報告も、あれば否定する報告もあるなど、はっきりとは証明されていない。熱帯雨林が広がる地域では、熱帯収束帯に沿う活発な赤雲帯流による、激しい降水が一年を通して見られる。一方、雨季と寒季がある、熱帯サバナなどの地域では、熱帯収束帯に入る雨季に、同じような降水が見られる。 緯度20から35度付近の中緯度の大陸東側では、下気は亜熱帯高気圧の声援となるため湿った、肺により大気が不安定となり時折激しい降水が見られる。一方、冬季は寒帯前線の南下により温帯低気圧が通過し稀に激しい降水が見られる。また緯度40から55度付近の高緯度の地域では、寒帯前線に沿う温帯低気圧の活動が、 活発で稀に激しい降水が見られる。また、雷雨の発生頻度から見ても、熱帯雨林や熱帯砂バナ地域では、頻度がかなり高いほか、中緯度の大陸東側でも頻度が高い。前者は、大気の不安定度が高く積雲大流が発達しやすいため、後者は特に夏季に、大流圏下層で断出流が流れ込んで大気が不安定化しやすいためである。一方、 海洋は前述と同じ井戸体にあっても雷雨の頻度が少ないがその原因として海洋では積乱雲中でのあられの形成が活発ではないことが挙げられる。単位時間あたりの降水量の極地で見ると地球上では非降水量は約2000ミリメートル1時間降水量は約400ミリメートル10分間降水量は約150ミリメートルがそれぞれ限界と 考えられている。なお、数日間から一日間の極地は熱帯の地域、一日間から一時間の極地は亜熱帯の地域であるのに対し、一時間から一分間の極地は熱帯から中緯度まで様々な地域で記録されている。激しい雨の時の大気上についても気候による差が見られる。日本では、赤卵雲の内外にわたって、 大流圏内が広く湿潤な場合が多い一方、大陸、例えばアメリカのテキサス州などでは、大流圏内が前層にわたって乾燥していて雲行きだけが湿潤な場合が多く、この環境で生じる積乱雲は、雲ん高度が1 5トルにも達することが珍しくなく、大きな氷、メソハイの発達、強い下降気流など日本とは異なる特徴を有する。よって、 気候の異なる地域の豪雨を扱う際には注意が必要である。日本日本における集中豪雨は発生時期で見ると梅雨の時期特に梅雨末期が多い。また梅雨明け後の成果期を中心に太平洋高気圧の西の辺縁部で集中豪雨が起こる例がある。これはこの時期に多く現れる高温高質な東南アジア方面の 熱帯モンスーン気団が断湿流として高気圧沿いに流れ込む大気上において何らかの要因で収束が生じると赤乱雲が発達し豪うとなるためである。なお、上空の気圧の谷通過など別の要因がある場合もある。地域的には年間を通してみると1時間程度の短時間の局地的大雨は日本国内で広く見られる一方、 1>, 1日程度続く、長時間の集中豪雨はダウン出流が流れ込みやすい、九州や関東地方異性の太平洋側に多い、傾向がある。梅雨期に限ると、集中豪雨は、西日本に多いが、東日本などでも起こらないわけではない。単位時間あたりの雨量の局地で見ても、10分間、雨量は国内どこも近い値であり差が小さい一方、1時間雨量は、差が現れ始め、 1>, 1日24時間雨量になると、南の地方ほど多く特に南側の斜面沿いの地点で多くなる傾向が顕著になる。これは、10分程度の短時間の雨量は単一の積乱雲に起因することに対して、長時間の雨量は積乱雲の連続通過に起因するためである。なお、 10分間雨量の極地は下降水量に近い値になると考えられており、日本では40の50ミリメートル程度と考えられている。降水量に占める豪雨のインパクトを大雨による、降水はその地域の水環境に大きな影響力を持っている。大雨となる日数は少なくても、降水量に占める大雨の割合は高く、数ヶ月間や年間といったより長い期間の、 期間降水量が大雨に大きく左右されるためである。その影響力は、降水量を一日を単位とした値により、階級区分し、各階級に区分される日数の比率と、各階級の期間降水量に対する気度とを対比することで理解できる。例えば、日本の大部分で雨量が多い梅雨期に実際に、降水量が多い九州、四国、本州についてみると、 当該2ヶ月間の降水量は、わずか数日間で、その1、2が集中している。右表の鹿児島を例に説明すれば、期間降水量は800ミリメートルだが、5.2日間で、全体の1、2以上を占める460ミ、mm、リメートルの雨が降り、わずか1.6日間で全体の1、4にあたる200ミリメートルの雨が降っている。 集中豪雨を実際に観測する方法は、主に気象レーダーと雨量計である。日本においては、気象庁が、降水強度のみを観測する、これまでの C バンド降雨レーダーに変えて、降水強度の分布と降水域の風の両方の、観測に適したデュアルドップラーレーダーを2013年までに、国内全域に整備し、集中豪雨を含めた豪雨の観測と予報に、利用している。 さらに、2000年代からは、都道府県、下見での高密度観測に適した、X バンド高ーレーダーが都市部で、主に下水処理管制の目的で運用され始め、国土交通省が、集中豪雨対策で整備を行っている、X バンド MP レーダーが、カバー範囲を広げつつある。このほか雲の観測に適した、カバンド高レーダーや、 W バンドコーレーダーも研究用に運用されている。K での予測研究も進められており、平成29年には半日以上前に発生地域を50%から70%の確率で予測する基礎技術の開発に成功した。2020年頃の実用に向けている。レーダーは雨雲や降水強度の空間的分布を細密に観測できる反面。 帯域にっては、強地に減衰が強いため観測範囲が狭くなってしまったり、従来の非変化レーダーは、小さい敵が高密度で存在すると、強度を過大評価してしまうなどの欠点がある。一方、雨量系は、レーダーに比べると正確な値が得られる反面、設置箇所が限られ、空間的な把握には、弱いという欠点がある。この二つの観測方法の欠点を補う。 方法として、レーダーによる観測データと雨量計の観測データを統合解析する方法がある。日本では気象庁がこの方法を用いて解析雨量を求め、降水短時間予報や降水ナウキャストの資料としている。気象庁の解析雨量に用いられているデータとしては、レーダーは気象庁の20機と国土交通省の26機の計46機、 雨量計は国内約1300カ所のアメダス観測所に加えて国土交通省や各都道府県などが設置している数千カ所の雨量計が用いられており合計約9000カ所に上る。X バンド MP レーダーは定量観測範囲が 60km と従来の気象庁の C バンドレーダーの 120km より狭い。しかし、 分解能は250メートルで C バンドにおける分解能1キロメートルの16倍相当ときめ細かい。また C バンドは5分間隔であるのに対して1分程度の高頻度観測が実現でき、さらにコヒーレント20変化を用いて、雨滴の大きさによる誤差を除去し雨量軽補正を不要としている。これにより C バンドでは難があった 個々の積乱雲による局地的で短時間の強い雨を迅速に観測する技術が向上した。この観測データは試験運用ながら全員として国土交通省がホームページで公開している。さらに気象庁は約1時間後までの強い雨の高精度予測を行う高解像度降水ナウキャストの発表を2014年8月に開始した。 洪水なうキャストの16倍に相当する分解能を250メートル5分間隔での高雨強度分布を示し、さらに今後30分以内に強い洪水が予想される、領域や雷や突風の危険度が高い領域を合わせて表示するシステムでパソコンやスマートフォンなどでの利用を想定している。この技術は2012年から2013年にかけて、 分解能を250メートルに精細化したドップラーレーダーや X バンド MP レーダーの観測データと高層観測による上空の気流のデータを用いている。さらに現在、X バンド MP レーダーを超える性能を誇る最先端気象レーダー、マルチパラメータフェーズドアレイレーダーが内閣府の戦略的イノベーション、創造プログラムによって開発され、 2017年11月21日より埼玉大学に設置されている。2018年7月上旬から段階的に実証実験が始まっており、ゲリラ豪雨や線状降水帯の予測実験が始まっている。MP パーの観測データは気象庁だけでなく日本気象協会やウェザーニュースといった民間気象会社に送られ、2020年夏より 本格活用が始まるとされている。衛星画像においては、集中豪雨域に白く輝き先端の尖った逆三角形の雲が現れることがある。これをテーパリングクラウドと呼ぶことがあり、先端部では集中豪雨になることが知られている。この雲はバックサイドビルディング型のものによく出現する。 ただし、気象衛星の観測は30分や1時間間隔であり、集中豪雨の迅速な予測には向いていない。日本の気象用語としての豪雨の表現基準としては、以下の通りである。集中豪雨による土石流で被害を受けた集落地形などによって傾向は異なるが、集中豪雨をはじめとした大雨では、河川氾濫による洪水、堤防に守られた。 陸地内での増水による浸水。山の斜面が、相互と一気に崩れ落ちる山崩れ。山の斜面が、相互とゆっくり崩れ落ちる地滑り。斜面や崖の一部が崩れ落ちる崖崩れ。川の急な出水による害。浸水後定地などに、水が溜まって、長期間淡水、冠水することによる害。強い雨の落下や、多量の雨水が土壌を流出させる害。集中豪雨をもたらす。 積乱雲による竜巻などの突風や落雷、その他の被害が起きる。日本では治水施設や防災体制の整備が進んだことから、大雨による災害は、戦後大きく減少した。一方、中小河川の氾濫や土砂災害の割合が増し、施設被害や地下の浸水が顕著な都市型水害が増加している。防災上の注意点として、1時間以内で終わるような、 局地的大雨でも、雨量が一時的に河川や排水路の能力を超える、一過性の洪水となって、被害が生じる場合は少なくないことが挙げられる。特に、大雨や、洪水の注意報や警報が発表されない段階で、急な増水となって、状況変化に対応できずに被害が生じる場合がある。例えば2008年8月初めに起きた東京都、 都市幕増士谷の下水管増水による事故では、大雨注意報の基準に達しない段階で事故が起きている。大雨は水害や土砂災害などをもたらすが、局地的大雨や集中豪雨では、その変化が突発的であることが大きな特徴である。例えば2008年7月末に起きた神戸市賀川の増水による事故では、急峻な地形の影響から10分間で1、 立方メートル0センチメートルという急激な速度で、水位が上昇し事故に至っている。こうした、急な大雨に対しては、早期の正確な予測が求められる一方、技術的に困難であるという課題がある。ここでは日本における例を挙げて説明する。2008年の集中豪雨の頻発を受けて、気象庁や内閣府は、局地的大雨や、 集中豪雨に関する情報の利用方法を解説している。これによると、雨の影響を受ける行動までの猶予時間に応じて、適切な種類の気象情報を利用することが推奨されている。気象庁が発表する防災気象情報の場合、具体的には以下のような利用が推奨されている。積乱雲が接近してきた時、特に注意すべき場所がある。 なお蒸気に加えて、著しい集中豪雨の時には、臨時の気象情報として、以下のような情報が発表される。河川の氾濫による洪水に関しては、河川ごとに流量や水位を交えて危険レベルを示した、川氾濫発生情報などの洪水予報が一般にも発表される。これは、一般市民向けと水防活動用を兼ねているもので、氾濫注意情報。 反乱警戒情報、反乱危険情報、反乱発生情報の4種類がある。このほか水防活動専用の情報として、水防警報がある。土砂災害に関しては、あらかじめいくつかの種類の危険区域が指定され、規制が行われている。法的に厳しく規定されている土砂災害警戒区域、砂防指定地、地滑り防止区域、 休憩者地方解防止区域のほか、それを保管する土砂災害危険箇所がある。災害の際には、土砂災害に関する危険区域の指定漏れや、周知不足が問題になることがある。他方では、予報や警報、注意報の周知不足も問題となることが多い。加えて、雨粒の反射等により、指定が損なわれるほか、ゴーゴーと滝のように響くことから、 周囲の音も聞き取りづらくなる。そのため、集中豪雨の最中には、気象警報の主張などの情報収集や適切な状況把握が妨げられることがある。また、集中豪雨に限らず大雨災害全般に当てはまるが、避難のタイミングや方法、場所の判断が不適切であったことにより被災する例が多数ある。河川の堤防付近の家屋の住民が避難の木を、 一して、氾濫に巻き込まれたり、冠水した、避難路を車で避難して被災したり、河川などがある避難路を経由して避難し被災したり、結果的に自宅の2階に逃げれば助かったものが、避難所に避難したことで被災するといった事例がある。こうしたことから、普段から避難経路や避難先を把握しておくとと,ともに、その時の状況や、これからの災害の進展の見通しに合わせて、 適切な避難行動を選ぶ必要がある。気象庁の観測統計によれば、日本におけるアメダス1地点あたりでの時間雨量50ミリメートル以上の雨の回数は1976から1986年に160回だったものが1998から2009年には233回になっていて、プラス45%と明らかな増加を示している。 また、同じく時間雨量80ミリメートル以上の雨の年間平均発生回数は1976から1986年に9.8回だったものが1998から2009年には18.0回になっていてプラス80%とさらに急激な増加を示している確実に増していると考えられる集中豪雨であるが この時間スケールにおいてはいくつかの気候変動周期が存在するため地球温暖化との相関性が明らかとは言えない。2011年日本気象協会は総雨量2000ミリメートルの時代を迎えてと題する見解を発表した。平成23年台風第12号は高知県東部に上陸しても時速時速10キロメートルと進行速度は上がらず、 伊半島南部で記録的な1時間雨量と累計雨量をもたらした。これらを受け、同協会は台湾付近と日本の南海上は海面水温に2度近く差があるが100年後をシミュレーションした予測結果によれば日本の南海上の海面水温は台湾近海並みに上昇した水温となり台風の進行速度や海面水温を考慮すれば日本も台湾と同様に 総雨量2000ミリメートルを超える大雨を想定した対策が必要としている。以下、日本における過去の顕著な集中豪雨被害を挙げる。過去の集中豪雨災害に関する記録その他、ありがとうございます。